はい、いらっしゃいませ。今日もね、はい、このクラスやっていきたいと思います。前回ですね、まずはと戦ってそれに勝って、なんかエンディングに近い、お話を長々と聞かされて、クローム総督までね死んでしまったというところまで来ました。でここから先は一体何が行われるのかちょっと分かってないので、あと何が残ってるんだろうっていう感じなので、そっちを進めて行こうかなっていうところです。お、イベントだ。脱出したって感じかな。だね、脱出しただけだね。ちょっとではもうワンコンさんが死にに死にまくって、こんな時に電車乗って大丈夫なん？うん。でワンコンさん東側に着きました。お、ケミコ、エルロ、奴らに何をされたんだい。ティーガン、なんとまあこいつはひどい。でも生きててよかった。君の妹が君を助けたんだね。ティーガン、なんでここにいるんだ。そこにいるのはロイヤル様。科学者君、君は最近ロビンと親しくしていたのかい。それは、気にしないよ。君のやりたいようにするといい。いやまあなんてこと、これこそ本当に世界の終わりって感じだね。ここもめちゃくちゃになってるの？それ本気で聞いてる？どこもしっちゃかめっちゃかだよ。みんな大きなロケットの所有権をめぐって戦ってるみたい。多分ロケットに乗ってこの星から脱出しようとしてるんだろうね。ご存知の通り、何もわからないまま宇宙に飛び出していった方が快適だからね。ロケットか。あんたはなんでここにいるの？家族や他の親しい人に会いに行けばいいのに。ふふ、残念ながら私にはそういう人たちがいないんだよ。いや、実のところは、行かれる人たちが列車を壊しちゃわないようにできる限りのことをしてたんだ。そうすれば家族の元へ帰りたい人たちが帰れるからね。なるほどね。キリ、ごめん、この猫持ってきちゃっていいの？今気づいたらみんなが抱いてんの。気にしないでいいよ。この手のことを扱うのに慣れてるから。みんながロケットをめぐって争っているのか。シティ1を離れる前からロケットのことについて考えたんだ。そのロケットは小さい月に向かうよう作られているんだって。こんなことになってしまった責任のいくらかが僕にあるのは大いに分かってる。狂っているように聞こえるかもしれないけど、チャンスがあるとしたら今しかないんだ。僕は小さい月に行って、かのお方と僕の未熟な力でできる限り話し合ってみようと思う。彼がこの惑星に着く前にね。そいつはいい。月から絵はがきでも送ってくれ。僕はクロームがしようとしていたことをするつもりだ。真剣にね。ああだろうよ。君は一人で月に行こうっていうの？一体そこに何があるんだい？あそこは神聖な場所なんだ。彼を止められる場所があるとしたらあそこしかない。でも一人じゃ無理だ。僕じゃロケットに組み込まれているコンピューターの使い方がわからない。それにロケットのコントロールルームは二人一組じゃないと動作させられない。二人の人間が違う部屋で同時にロケットを起動する必要があるんだ。もしかのお方がまだ彼に従ってきた人々を愛している正しく判断のできる方なら、かのお方に惑星を再生してもらい許しを得ることができるかもしれない。これは僕たち4人でやる必要がある。そしてロビンとは僕と一緒に来てもらって、ロケットの技術的なことを手伝ってもらわないと。帰ってくるための道は月に用意されているはずだけど、はっきりと保証することはできない。無理にとは言わないよ。ロイヤル、私故郷に帰りたいの。でももし故郷を救える方法があるとしたら、故郷に帰る途中で死ぬ可能性だってあるんだよ。ちょっとやめてよ。それにもしロケットが月に着く前にかの方が来ちゃったらどうする。ロケットの速さなら折り紙付きだよ。なんて言ったってアイボリーが燃料だもの。もうやめてよ。わかった。やってみる。でもロケットが発射するか、事態が悪化するかしたら、私は故郷まで飛んで帰るからね。うまくいったとしても帰るから。感謝するよ、みんな。ロビン、君は一緒に来てくれるだろう。君と、俺たちは家に帰る。くだらない誤託はもうやめろ。人間があんな月なんかに行くはずないだろう。自分がどれだけ行かれたことを言ってるか分かってるのか。でも他に行って試してみようとするもなんていないだろ。他のバカがやるさ。もしも俺が必要だってんなら、答えはノーだし、俺たちはみんな家に帰るんだ。じゃあ私が代わりにやるよ。おう、これ黙っててよ、いるよ。世界は君より大事なんだから。もし希望があるなら、それがクレイジーな希望でも試してみなきゃ。ボタンを押す役は私が引き受けるよ。分かった、俺がやれるよ。悪かったな。よくできました。それでも君の状態を考えると、私もついていった方が良さそうだね。いや、一人で大丈夫だ。
世界の終わりだって時に身の安全を考えたって仕方ないだろ。それでも行くよ。いや、お前ここに残るんだ。分かってやるよ。でもなるべく早く帰ってきてね。それじゃあそれでいい。あ、それじゃあ行くぞ。よし、みんな下、みんなで下に降りよう。にゃーん。あ、話しかけられない。興奮を追いやってるよ。頑張って。下に下に下に。で、セーブする。よし、どこに行けばいいんだ。で、下に降りようと。あ、エレベーターでイベントがあるね。じゃあエレベーターに乗るわ。よし、その右。よし、みんなはこっちの方に行ってくれ。この方向をまっすぐ行けばコントロールルーム1に着く。安全のためにこのドアは君が通ったら閉めるからね。わかった。あんた行かれてるよ。最初は友達を救うためだったのに、今じゃ空の彼方に飛んでいって世界中の人たちを救おうだなんてさ。ここにいる全員が今は多分少し行かれてるんだね。気を悪くしたらごめんね。ありがとう。エルはこっちの方に行ってくれ。この先にコントロールルーム2がある。言わずともわかると思うけど、ロケットを発射するにはそれぞれの部屋でみんな同時にボタンを押す必要がある。頼んだよ。エルロがね、向いてる向きによってね、あの欠損した腕の位置っていうか、あれが逆になるっていうね。手伝ってくれてありがとうロビン。あとは恐怖に飲まれないように頑張ろう。そうだね、あとは僕も足を引っ張らないように気をつけないと。僕たちは一回上に上がって、それから左に行くんだ。さあロケットを手に入れるぞ。ロケットを手に入れるぞ。俺さ、他のマップのさ装備まだ集めきってないんだけどさ、まあ拾ってもあれだしな。左ね、オッケー。で、そう、この3人、左にいる3人、今まで一切出てきてないんだよね。名前が出てないっていうか。蘇りども、いいか、パニックモードのバスティオンからの指令だ。蘇りども、完全になるまで生きていたいのならロケットを守るんだ。人類の未来はこいつにかかっているんだ。誰もが知っている通り、ここが俺たちの最後の砦だ。みんなが俺をぶっ潰してる。ノーベル、あか、これがノーベル。いいか、調子に乗りすぎるなよ。一瞬ノーベルって名前出たんで、どっかでね。お前たちは蘇ってからまだ日が浅いんだ。エージェントがするほど素早く自己回復はできないぞ。力を発揮するのは結構だが、暴走だけはするなよ。さあロケットを守りに行け。よし、サンバと、それから母さんのために、そしてロビンのために。よし、やってやる、やってやる。お、お、お、よし、あとは殴るか打つかしかないからな。殴るでいいのかな。殴るは効かないな、そんなに。そう、あ、スライディングができる。うわうわうわ、もう下手くそか、もう。こうして、そしてこいつが倒さなくてもいいとは思うけど。よし、あ、なんか攻撃し始めたな。よしよしよし、セーブ、進行セーブしました。ここはなんか嫌な予感はしかしないよ。まだ今遅いけど、これ早くなるんじゃない、そのうち。えい、ねえ、ジャンプすれば多分大丈夫なんだよ、あの鎖のところ多分ね。なんだけど、よし、うわうわうわ、落ちた落ちた。よし、あ、ちょっと待った、ちょっと待って、
よし、それで、よし、もう一回よし、いった、で、よし、あー、いやー忙しいな、全然速くなってねえけど、こうして、こうして、よし、しゃがむ、よし、で、よし、お3体一遍倒せた、やったね。あとは、次はなんだ、なんか速いぞ、あ、捕まれない。よし、危ない危ない、よし、危ない危ない、ああ、いやあ、よし、よし、無事です、母さん、僕は無事です、ああ、無事じゃない、死んだこれす難しいぞ、すごい、なんかとりあえず4回打ってますよ、じゃあ絶対に倒せないのが辛い、で、このビリビリが辛いの、タイミングがわからない、よし、うわ、今の避けたかったな、避けれないんだよな、よし、よし、よし、この時にね、お、そしてボス戦、誰、へえ、あんたが私にやられる相手ってわけ、そこはだけな、ロケットを手に入れるんだから、後ろにあるのロケットっぽいね、あら、まあそのでかい銃を私に向けるってわけね、その散弾銃で、あ、弾を、散弾銃で弾を私にぶち込むの、お嬢さん、あー大好きよ、この心地いい肌を包む焼けつくような炎、あんたがロケットを必要としていると、必要としていようとどうでもいい、私には私の事情があるんだが、でもどうやらあんたとも、早く戦えよ、でもどうやらあんたと小競り合いをするのも避けられないみたいね、小さな小さな炎と炎、いやー、うわー、え、うっ、うっ、ちょ、その機動力なんだよ、よいしょ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 、なんか来る、大丈夫、もう大丈夫、お、お、あ、弾が当たると吹っ飛ぶのライト、オッケーオッケー、よし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 、お、マウントする、よいしょよいしょ、はい、よいしょ、あ、捕まった捕まった、よし、うわ、何、どうしようってのよ、いいや、うわー、食らってんだけど食らってねえんだよな、うわ、お、解除された、いや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 、あぶねえ、なんだ今の技、次は避けられんのそれ、いや、避けられる気が全くしねえんだよなこのゲームな、いや、いや、うわうわ、また燃えた、燃えると防御力が高くなるから嫌なんですよ、よいしょ、殴ると、殴ると、よいしょ、よいしょ、真ん中にが大丈夫かな、よし、おー、よし、うわー、食らう、よし、あー、えい、あんまり、な、あんまり投げるに行くのは得策じゃねえな、これもこれで、あれが悪い、よし、えい、よし、ことをここに落として間に行く、よし、よし、で、当たる、いや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 、よし、なん、ただ歩いてるだけでお前攻撃するってなんだよ、なんでそれ卑怯だろう、俺も、俺の、よし、あ、そういうダメージの食らわせ方をするのね、これね、なるほどね、俺もライフないけど、このゲームで俺ライフないけどしか言ってないんだよな、
へい、おっとっと、よいしょ、あよし、ビリビリ、よし倒した。結局こいつ何だったの。メンデレーフ、誰、いきなり出てきていきなり死んでったんだけど、この下行ける、行けない。で右に行くとコントロールルーム、多分ここがコントロールルームね。エリロが早くここに来てくれるといいんだけど。ここはケミコの研究所だ。君のお兄さんはこの施設のどこかで働いていたはずだ。ここで働いている誰かがロケットの発射に必要なパスワードの入ったディスクを持っているはずだ。今ここで何が起きているのか誰もが知っているだろうけどね。手分けして探そう。その方が早いからね。それに君に僕の助けは必要ないだろう。進めば通るのにチケットが必要などを出くわすはずだ。そこで僕を待っていてくれ。いいかい。じゃあ頑張ってくれロビン。なるほど、先に行っちゃうのね。はい、でね、今日はこの辺にしておきたいと思います。崩壊したね、シティ1を抜けて、またこのロケットがある研究所に戻ってきてと。で、ミナの、コントロールに行く道中のね、バトルをしたっていうところまで来ました。次はここ左に行ってね、なんか多分ロケットに乗り込むんだろうなというところです。それを次回やっていきたいと思います。それではまた次回。